徳森神社。徳森神社は、岡山県津山市、宮脇町にある神社。津山藩総鎮守。社格は、県社で、現在は津山市中央市街地の総鎮守として、宇治子に親しまれている。祭神は、以下の六柱。社殿では、天平五年、七百三十三年の宗子と、伝えられている。社地は当初現在の津山市、小田中の地にあったが、 天文八年1539年火災に愛車殿、宝物等ことごとく消失した。慶長八年1603年三政過国の18万6500国の国主大名として入宝した森忠政が津山城を築くにあたり、翌九年1604年現在地に移して津山城下の総鎮守とした。現在の社殿は漢文四年。 1664年2代、藩主森永次が改築したものである。明治5年に県社に列せられた。宇治子は、津山市の中心部56町内にわたり作州大、一の大社である。例祭、秋祭りの御腰巡行は、具部300人を超え全長500メートルの行列になる。徳森の社号は、直史として参考した、聖寛時代納言。 藤原徳森の名にちなむと言われるが定かではない。伝えによれば、天文八年徳森神社社殿消失の際、唯一再建された建物である。その後、森忠政が、慶長九年津山城下の総鎮守として、現在の地に社殿を造営。その時この地に移築されたと伝えられている。しかしながら、本殿の建築構造から、建流年代を推定すると17世紀初期に、 遡ることができ、徳森神社本殿根流と同時期ということになる。この建物の形式は、正面一軒、側面一軒のつま入りで一軒の後輩を持ち、正面を入りもや作り、背面を切り妻作りとし、前方にひさしをつけた津山市内では最も普遍的な建造物であり、住切りかすが作りと呼ばれている。現在同じ建築様式で建存している建物としては、 八室天満宮本殿、寛永十四年、1637年や、千代稲荷神社本殿、天保三年、1683年、いずれも、四指定文化財、津山の社寺建築津山市教育院発行これらと、比較しても各所に古式を留めており、数十年は先行すると言われている。ただし、これを証明する資料としての総検察はなく、 お屋根修理時のものとして一番古いもので延長四年、1774年、あとは大正三年、昭和33年のものが残っているだけである。大正元年編集された、徳森神社史にて、元禄の,の頃に記されたとされる、境内神社の順位は7番目に記されている神社で、あり、建物の規模から言っても他の境内神社と比較しても、飛び抜けています。 もともと経済者として混流されたものではないのではないかとの記載がある。海運役よけ、武道守護に利役があるとされる。商売繁盛や幸運の神で、特に、恵比み神社は商売繁盛と漁業の大量で、全国の沿岸部で広く信仰されている。四方山に囲まれた津山のような内陸には珍しく、徳森神社の境内にも鎮座している。 呪福幸い神社は大正四年に南新に座町内から移された。商売繁盛、幸福金運に利益があるとされる。出雲大社で知られる大国主命を祀る神社、縁結び、社運流将に利益があるとされる。正式には、お花前身。以前、勝又、今の小王町にお花という美しい娘があり、津山藩森家の重臣、原十兵衛の屋敷に、 行気見習いの方向に上がった。理髪で性格が良く、十兵衛に信頼され、寵愛されて、子守を命ぜられていたが、ある時、太目を離した隙に、赤子が縁から落ち、踏み石に頭を打つという事故で亡くなってしまった。お花の過失はどうしようもなく、不運を嘆き悲しんだのですが、愛事を失った。原十兵衛の奥方の怒りは激しくお花を攻めに攻めて、とうとう殴り殺してしまう。 その後、お花の音量が夜な夜な屋敷に現れて会議が起こり、奥方は資料に取り憑かれて教師し、十兵衛はお花の霊を慰めるために祠を立てて、神として祀った。それから、たたりは亡くなったと言われる。現在の大手町あたりだが、後大炎寺に移され、現在、徳森神社の境内に抹茶として祀られ、神となったお花全身は、女性の守り神、女性に良き縁を運び、 特に逆境にある夫人に霊源あらたかであるという。現在でも家庭内に悩みを持つ人、良縁の恵みを願う人、前進者に参詣する人々も少なくない。祭礼日は夏祭りが7月24日、秋祭り10月24日。なお、お花湯にも見こしがあり、平成26年、2014年10月26日の秋の霊祭には、 徳森神社の大神輿と共に巡行した。地元宮脇町の人々は町内の守り神として祭祀を続けている。両縁上就婦人守護に利益があるとされる。元は経験院、明治末に倉敷へ移転という寺院にあったが、事故により、開園三年、1850年に当社に移された。明治三十二年。 1899年に、千歳なりが合祀され今に至る。宮脇町内で前進者に合わせて祭りも行われ、多くの人々が参拝している。五国豊上、商売繁盛、子孫繁栄に利益があるとされる。共に武神とされる神社で武士の守り神として祭られてきた。津山藩荘鎮守ということで、町人だけではなく、武家にも親しまれてきた。武道守護。 スポーツ、薬剤少女に利益があるとされる。薬剤余けの神、八万信仰で全国に分布している、武運神、荒御玉を祀る後人者の三者。災難薬余け、交通安全、商売繁盛、身体健護に利益があるとされる。薬祖神社は、医療の神として親しまれ、秋葉神社は、布伏の神として広く信仰されている。身体健康、 病気兵誘、防火死後に利益があるとされる。神話で、初めて結婚した神。当社の主催神、天寺公大臣の親神。イザナギの命、いざなみ命、イザナギの御子と、いざなの御子を、お祭りしている神社。夫婦縁満、両縁成就、子宝に利益があるとされる。文字通り薬病や災害を運ぶ活に知人、真月日の神等の侵入を塞ぐ。 教会守護の神。大正4年、1915年に、南新座町内から移された。身体健康、薬剤少女に利益があるとされる。子供の成長と健康を見守る。子供の守り神。子供の健康、学業成就に利益があるとされる。その大きさと、美例さから日本三大信用の一つと言われているが、根拠は不明である。三越巡行では、 交代要員を含め、担ぎ手の総勢が170名ほど必要とされ、極めて大型の御腰である。一時期、担ぎ手不足により衰退が危惧されたが、地元の努力、あるいは大御腰の知名度向上により、現在では、その郵送で勢いのある姿を目にすることができる。津山祭り、徳森神社のメインシンボルである。霊祭、10月第4日曜日では、 神輿後巡行にグブを加えて行列の長さが500メートルにも及ぶ時代絵巻が繰り広げられるこのように長年市民に親しまれている行事であり津山の誇れる文化遺産として評価され平成10年8月4日に津山市教育委員会より有形民族文化財の指定を受けた徳森宮を深く信仰し討ち入りにあたっても徳森宮を廃したということである 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。